どうもねるです。狼絶景版続きを遊んでいきたいと思います。笹部教の方に、かぐやの方が行きまして、それを追っかけてやってまいりました。何でしょうこの穴、掘ってみましたが、ちょっと入ってみましょう。サルさんたちがいますね。お、48、すごいな。水晶を手に入れた。はぐれ玉を手に入れました。神々の守りを手に入れました。前回と武器が変わってるんですが、都の方です、西安教の方でですね、武器を買いまして、強化してきたところです。ここはあれですね、サチ玉を稼ぐのにすごくちょうどいいところみたいな感じでしょうかね。おさわさんがすごい喜んでますね。サチ玉もそうですね、400溜まったんで、ちょっとこれを壊してから。キャラクターの強化をしときましょう。炭は欲しいんですよね。まあこれでよし、戻りたいと思います。ではですね、ここに、あ、まだ咲かせてない花があったんですね。笹部教に行ってみたいと思います。どうやら温泉の奥の方にいるっぽいですね。前に発見士を、あれですね、発見した場所ですね、この奥っていうのは。かぐや、かぐやじゃないの。お前が西安教で突然宝の帝様に召し取られてから、わしはもう二度とお前に会えないと思ってたのよ。かぐや、かぐや、じじ様、本当にお久しぶりです。そんなにお世話が増えて、ずいぶんご心配かけてしまったのですね。じじ様、竹じいさんに竹姉ちゃん、やっぱりここでばったりか。よかったじゃねえか、二人とも。かぐや、これからずっと一緒に暮らそうね。またわしの竹細工一緒に売りに行こうね。え？にゃ、どうしたのかぐや。もしかしてまた宝の味方のところに帰らなきゃいけないの？いえ、そうではありません。でも私はこのままじい様とは一緒に暮らせないのです。どういうことなのかぐや。もしかして駆け落ち、それとも高飛び。じい様、ここに来ていることは知りませんでした。本当はじい様に会わずに行こうと思っていたんです。
行くってどこへ？わかりません。ただササビ教の地面に刻まれた王家の紋章、この紋章が私を呼ぶのです。なんだ？カグヤ、何をしてるの？何か得体の知れない激しい感情が私を突き動かしました。この紋章の下、遥か地下の奥底に私の失われた記憶にまつわるものが待っているのです。私、行きます。この穴の中に入ってそれを見届けに行ってまいります。カグヤ、カケ姉ちゃん一人じゃ危ねえ。こんな子を得るとしても行くぜ。苦手な花掘りゲーになりましたね。これ結構苦手なんですよ。こうかな。硬い。これは積んだかな。これ積んでますね。でもこっちじゃないか。やばい。あれ？あ、でもこれもしかして、あれ、自分自身が上がれてない。難しい。
壊しちゃえばいいかな。なんで？前乗っかれないし。最初からやり直します。難しいですね、やっぱりこれ。あ、でもここじゃない。ここな気がするんですけど、なんで風が起きちゃう。入れない。あ、乗っかれた。よし。あー、やばい。こっちじゃなかった。よし、一番下に到着しました。やっとですね。やはりこのゲーム、ミニゲーム難しいです。やっとクリアできた。た竹姉ちゃん、なんだいこのバカでかい鉄の竹の子はよ。これが私を、この物体が私を呼んでいたのですね。私に出生の秘密を知らせるために。かぐや、
わし知ってたの。この大きな竹の子がお前を拾ったこの竹林の下に埋まっているの。じじ様、ずっと昔わしがこの辺りへ竹を取りに来た時、突然この大きな竹の子がわしの目の前に現れたの。そしてその中から冷たくなったお前が転がり出て、その後この竹の子はまた地面の中に潜っていったのよね。お前は氷のように冷たくて今にも死にそうだったから、わし慌ててお前をおぶって家に連れて帰った。そして死んだばあさんと一緒にお前を看病したの。ばあさんもわしもずっと子供が欲しかったから、お前のことが天からの授かり物のように思えてね。それで楽しく暮らすうちにお前にこのことを話せなくなっちゃった。だってもしもお前に話したら、お前がこの不思議な竹の子と一緒にわしらの目の前から消えそうな気がしてね。フェーンフェーンと、うん、じい様、私だってじじ様や亡くなったババ様のこと本当の家族のように思っていました。そしてその気持ちはずっと変わりません。今でも私の家はじじ様のところだけです。でもここのままでは私はじじ様とは暮らせない。自分が何者かも分からず、激しい感情に身もだえながらただじっとしてはいられないのです。だから私は自分自身の起源を明らかにして堂々と暮らせるようになって必ず帰ってきます。お願いじじ様、かぐやを笑顔で見送って行っておいで。かぐや、そして行った先で何があってもこれだけは絶対忘れないでね。お前はわしの孫だから、わしのかわいい孫だからね。じじ様、かわいい孫か。いや別にオイラは故郷を思い出したわけじゃないぜ。イスンさん、そしてアマテラスさん、お二人には本当にお世話になりました。お礼というものではございありませんが、これを受け取っていただけないでしょうか。髪飾り、日よけの石棺。記憶を失った私が持っていた出世の鍵を握る唯一の手がかりでした。でもここまでたどり着いた今の私にはもう必要ありません。ぜひお二人の旅にお役立てください。それでは鍵屋は旅立ちます。ありがとう、二人とも。ありがとう、じじ様。また会う日まで、どうかお元気で。飛んでいった先に何があるのか見当もつかねえが、竹姉ちゃんの旅の無事を祈ろうぜ。おい天子、ぽわっとしてんじゃねえや。竹姉ちゃんの世話でちょっと遠回りになっちまったけど、モエルたちにもやることはあるじゃねえか。あんまり決め込んでるな、どこぞの女王様にきついお灸を据えに行こうぜ。未知の文明の技術が施された赤い石棺、炎から身を守ることができる。これがあれですかね、卑弥呼のところのマグマ。ゆりかごというか、ゆりかごにしては現代的すぎないかっていうところですね。はい、でこの後はですね、卑弥呼のところに向かっていきたいと思います。というわけでですね、今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。